朝はどこから来るかしら、うん、きっとお山の向こうからバナナ組です。え、そう、私リンゴ組なの。後で遊びに行くわね。来なくていい、二度と来るな。海に帰ってしまえ。リーヤ君がバナナ組なんてきちんと調査すべきだったわ。それにあの邪魔っ気なチャチャも一緒のクラスだなんて、神様の意地悪意地悪意地悪。だって私の方がずーっと可愛いじゃない。やだー、つい見とれちゃったわ。とにかくとにかく何かいい手を考えなくっちゃ。だいぶお悩みのようね、転入生さん。あなたは？私は黒ずきんのやっこ、さっきから見ていたわ。私もね、チャチャみたいな女の子は嫌いなの。私が力を貸してあげるわ。あなた、お友達になれそうよ。で、何かいい方法あるの？これよ。これは私が魔法で作った惚れ薬。惚れ薬？そう、これを相手に飲ませれば立ちどころに。ちょうだい。高いわよ。お友達からお金を取るの？まだお友達じゃないわ。この子好きじゃない。だいぶ値切ったけど、やっぱり高かったわ。広めの容器に薬を開けて、顔を3秒間移します。ワン、ツー、スリー。あ、色が変わった。薬が顔を覚えると色が変わります。あとは惚れさせたい相手に飲ませるだけですか。よーし。待ってて、リーヤ君。ね、リーヤくん呼んでるよ。はい。これでリーヤくんは私のもの。ふっふっふっふ。なんか用？あんたに用はないのよ。リーヤくんに用があるのよ。リーヤに何の用？関係ないでしょ。だーた、たリーヤくん。はーい、お待ち。
がち。君のどこがリアさんなのよ。ふん、また来るわ。来なくていいってば。ひょっとしてマリンさんはリーヤが狼男だってことを知らないんですね。ちゃちゃめ、休み時間はリーヤ君をどっかに隠してんだわ。男子と女子と別々の時を狙わなくっちゃね。いやー、少女アニメ、少女アニメ。あれ、今日の体育、飛び箱だって。任せとけって。リーヤくん、ん、これジュースなの、後で飲んで。どうして、どうして逃げるの。また蹴飛ばされると思ったんです。じゃ、リーヤくん、一体どうやって飲ませればいいの。給食に混ぜて食べさせちゃえばいいのよ、やっこちゃん。私今日当番だから簡単だわ。やっこちゃん、魔法使いの雇い賃ってちょっと高いわよ。この子好きじゃない。送迎しよう。ははまだあのチャチャという娘を倒せんのか。申し訳ございません。が小娘に何を手こずっておる。ただいま秘策をめくらせておりますゆえ、今しばらくお待ちください。はい、給食を配ります。やっほー、ランチタイムだ。腹が減った、腹が減った、ワンツーワンツー。バカな、うるさい。パンツーパンツー、おかず超盛り超盛りね。来たわ。スープに薬を混ぜてと。はい。うわー、卵スープだ。そのスープちょっと待て。あ、やっこちゃん、このスープ量が多い。最初からこんなに持っていると足りなくなるぞ。そこに具が沈んでいるから、これも均等に分けろ。混ぜてるわ、混ぜてるわ。いただきます。はい。あ、ん、どうしたのやっこちゃん、スープ残して。食べたくないの。あ、やっこちゃん、うまくやってくれたかしら。マリンちゃんいる？リーヤくん、嬉しい、リーヤくんの方から来てくれるなんて。なんだか急にマリンちゃんの顔が見たくなっちゃってさ。それじゃあチャチャよりも私の方が好き？もちろんさ。やったー、リーヤくん。マリンちゃん、じゃあカンカン、泣いて悔しがるといいわ。チャチャ、とうとうリーヤくんは私のもの。させるか。ジャイン、ボケが。お前にはチャチャさんがいるだろうが。ちょっと何すんのよ。マリンさん、今僕には美しいマリンさんしか目に入りません。え、まずはお友達から。どうしよう、マジで告白されちゃった。こいつも結構かっこよかったりするのよね。ここでミスミス振ったりするのはもったいないわ。絶対。足を突っ込んでろ。ラスカル先生。付き合うのなら私とだ。はいと言え。なんて悪
イルドな口説き方。でも先生と生徒っていうのはまずいんじゃないかしら。汚いぞ先生のくせに。何を。ちょっとみんな、勝手なことばっかり言って。マリンは、マリンは私のものよ。私は本気よ。マリンが好きなの。ミクさ余って可愛さ100倍ってやつだな。そんな言葉はない。でもマリンは俺のものだ。だって今朝いきなりキスされちゃったんだしさ。そうだったなこの野郎。悔しいわ。マリンが私のもして。そんな変態みたいなことができるわけないでしょ。ヤッコちゃん、これはどういうこと説明してよ。あら、私約束通りリーヤ君に薬を飲ませたわ。みんなも飲んじゃったけど。あとは駆け落ちでも何でもしてちょうだい。あ、待ちなさいよ。マリンちゃん、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 マリンちゃん。何よこれ、みんなバナナ組の連中じゃない。どりゃー、こうなったら力ずくでもマリンを手に入れるぜ。私のマリンを奪おうったってそうはいかないわよ。マリンさんは渡さない。私に喧嘩を売るつもりか。私を取り合った争いが、私って罪な女。魔法で強そうな助っ人を出さなくちゃ。いでよ恐竜。いでよ、いでよ、もう何でもいいわ。何でもいいわ、いわ。さあ戦う。ヤそ、壮絶だわ、壮観だわ、壮烈なる愛の戦いだわ。どうやら残ったのは私たちだけみたいね。勝った方がマリンを手に入れることができる。勝負よリーヤ。どっからでも来やがれ。やー、わー、勝つのはリーヤ君よ。リーヤには悪いけど勝つためよ。狼の弱点をつかせてもらうわ。いでよ三匹の小豚。小豚？こんなにでかいのに。いいじゃない。一番上の兄ちゃんは罠で攻撃。うん、罠の前。こら！うわあ！うわ！負けるもんか。やっぱーん、飛んでけー。わらが消えた。さすがリーヤね、一筋縄ではいかないようね。チャチャも流されてたろ。ひと違いよ。二番目の兄ちゃんは木で攻撃。木の祈り。うわ、木が生えた。うわっ、くそ、ひでえ目にあった。くそ、飛んでけ。消えた。
真打ち末子豚、狼はこの子にやられる運命なのよ。ブー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 、火にレンガの三日月。巨大レンガ、巨大レンガが空から降ってくるぞ。クソひでめに、いや早くあの豚やっつけて。いや最初からこんなの出すなよな。お前が怖がってどうする。消えた。何をしておるのに。その声は宗月様、お前を送り込んだのは単なるスパイのためではないのだ。すみません。大魔王様はお怒りじゃ。今こそお前の力を発揮する時じゃ。はい、お任せください宗月様。どう、私の魔法が怖かったら早く降参するのよ。怖がったのはチャチャの方だろ。晴れた。あれ、ところでなんで私たち戦ってたんだっけ。なんだっけ。ちょっと忘れないでよね。これは私のために戦っているんでしょ。なんでひょっとして惚れ薬の効き目が切れたのかしら。そこまでだチャチャ。なんだこの黒板消し。目がついてる。気持ち悪い。だーバカモン。黒板消しとは世を忍ぶ仮の姿、真の姿は破壊の貴公子ドクガー様だ。ちょっとドクガーだか毛虫だか知らないけど話をややこしくしないでよ。娘、俺様を甘く見るな。いでよ旋風。珍しく一回で出た。私だってやるときはやるのよ。扇風機よ、毒針を吹き飛ばして。扇風機とはチョコ材な。とどめだ。チャチャ、覚悟しろ。いいや。シンデちゃん、いいや。チャチャ。うん。希望よ。愛と勇気と希望の名のもとに、マジカルプリンセス。
ことだ、ソーゲス。申し訳ありませんでゲス。どうやら我々はチャチャの力を侮っていたようでゲス。ですが、もう容赦はいたしませぬ。我が魔界の誇る資格を差し向けましょう。いでよ、吸血鬼の吸引よ。私とどっちが可愛い？当然私よね。それなのにチャチャったらリーヤ君の手なんか握っちゃってずうずうしいったらないわ。なんとかリーヤ君から引き離そうとチャチャを森に連れ込んだんだけど、そこにはなんと吸血鬼がいたの。キャー！早く逃げないと血を吸われちゃうわ。次回キューちゃんとデート。